今年は荒れる。もう目が2倍ぐらいになってます。うわーって。すごいもにょっとした顔をされて。篠原さんのこれまでの予想の分析をしてきたんですね。さあ、それではラジオ競馬の穴場が終わりました。アフタートークで、楽しんでいただきましょう、はい、さあ今日も篠原里奈さん、はい、よろしくお願いいたします。そしてキーリアナウンサー、よろしくお願いいたします。実はジャパンカップ2人とも実際見たんですね。私も見ましたが、どうでした？人生で初めて生で競馬のレースを見たんですよ、うん、それがジャパンカップ、あのジャパンカップになった、はい、あのですよ、もう間違いなく歴史に残るであろう2020年、うん、ジャパンカップ、うん、なんかもうしばらく本当に夢に出ましたもん。でしょ、はい、まず最初に見たレースがね、はい、夢に出た夢に出ましたよ、夢に出た、はい、キールさんどうでした？私篠原さんの隣で見てたんですけど、もともと目クリックして大きいんですけどもう目が2倍ぐらいになってます。うわーって、その多分興奮は忘れられないだろうなって隣で見てて、うんうん、アーモンドアイ見て篠原さん見たんです。篠原さんの目もアーモンドアイでした。それどういう風に受ければいいのかな。うう、うん、レースで言うと篠原さんはデアリングタクトで、高野くんもデアリングタクトだったの、はい、3着、まあ、頑張ったよね。頑張りましたよ。そして私の奇跡、奇跡見せましたね。奇跡、いや盛り上げ隊長発着だったかな。奇跡のおかげでレースが盛り上がったところはあったと思います、うんうん、最初から最後まで面白かったです、うん、そうですね。さあ、そして今週は、はい、キーリアナウンサーが初めて入社4年目G1 の実況にチャレンジする、はい、清原さんがキーレどうだってことを多分リクエストしてくださったんですよね、うん、覚えてないけどね、はい、ありがとうございます。今頃熊崎さんのジリジリしてますよ。なんでキーレが、いやこういうこと言っちゃいけない、カットしてもらって、うん、そんなバチバチしてない、いやいやいや、でもね、先輩をどんどん抜いていかなきゃ。実況は奇跡のようなあの実況したいと思います、うん、はい、どういうこと？こう盛り上げていく、盛り上げていく、はい、若さ最後尻つぼみにならない、そうですね、まあ勢いを大事にしたいと思います、うん、はい、さあじゃあ起きにくいんで、ね、今週の皆さんの予想を聞いてみましょうか、はい、せーの、ドン、出しました。ちなみに私はインティでございます。お、竹豊、はい、で私はクリソベリルでございます。うん、まあ、多分一番人気になるかな、はい、今回ね、ちょっとこの存在感の大きさを表して、存在感キラしてますね、はい、うん、クリソベリル、そして私はチューアウィザードという馬を本命に挙げたいと思います、うん、うん、ということで、まあ、3人分かれましたが、まあ、私からいきましょう、まあ、でも2人はね、今日はね、東大の出身の2人ですから、このデータと知識とどこまでどっちが正しいのかってちょっと、はい、盛り上げていただきたいんですけども、はい、私書いてます、インティ、まあ、私のインティは一つケイムホーン、今年ですよ、ね、うちに帰ろうぜ、あそういうそれですか、理由は。ステイホームの時代ですから、ゲームホーム、まあ、うちに帰ったよってことですけど、はい、帰宅しましたってことなんだけど、はい、うち父が、はい、分かってる、分かります、分かりますけど、お父さんがね、はい、まあ、なんかあんまりその程度かっていう感じ、そうですね、数字が一つも出てこないと説得力がないんですよ、我々にはやっぱり数字が出てこないと説得力がないと、いや私はいいんです、私はもうちょっとこうね、お味噌で置いといていただいていいんですが、さあ篠原さんからいきましょうか。そうですね、私一番人気初めて本命にしたんですけども、うん、はい、そのクリソベリル、はい、クリソベリル、うん、クリソベリルが本命で、うん、カフェファラオを外すというのが私の予想の最大のポイントです。ちなみにカフェファラオはルメール騎士が乗って、はい、まあ、これが多分1、2番人気になるのかなと思いますが、そうですね、今回注目集まってます。その3歳馬のカフェファラオ、これは消すということですか。ということです。その根拠はまず前走成績が3着以内の馬というのがですね、うん、はい、30頭中24頭ということで8割なんですね、前走3着以内、前走3着以内というのは外せないというところです、うん、そして血統なんですけれども、うん、サンデーサイレンス系、特にゴールドアリュールがお父さんである馬というのが優勢、うん、サンデーサイレンスという大衆馬、まあ、サンデーサイレンスはね、はい、うん、血統という馬が、うんうん、過去6年の3着以内の馬18頭いるんですけども、うんうん、その中で8頭、はい、最多の8頭いるんですね、うん、で父がゴールドアリュールである馬が、うん、3着以内に4回来てると。ゴールドアリュールも芝のダートの後者、はい、でしたからね。で、まあ、クスクリソベリルのお父さんもゴールドアリュールですから、うんうん、順当に入ってる、はい、うん、そしてですね、過去、2014年以降ですね、中京競馬場になった、うんうん、3歳馬で3着以内に来ている馬っていうのが3頭いずれもジャパンダートダービーそこ、の勝ち馬、勝ち馬なんですよ、1着なんです、うん、しかも3歳限定の地方競馬の G1 の
ダービーということになりますから、うんはい、やっぱりそこで結果を出しないと、まあ、それはそうですね、はい、3歳馬で、まあ、ダートで活躍するのが難しいかな、うんまあ、ここの敗因がねちょっと、まあ、難しいところもあるんだけれども、うんうんはい、ここまででクリソベリルと、うんサンライズノバとクリンチャーとゴールドドリームと里のティターンという馬が残ってるんですよ。5頭残ったと、うんうん、でここからじゃあなぜクリソベリルなのか、うん、ということなんですけれどもクリソベリル今回、まあ、圧倒的に一番人気になる予想ですよね、うんうんうん、単勝1倍台のオッズの馬っていうのは実はですねレース全体で過去5頭すべて3着以内に来てるんです。おうほうほうなんかこれだけクリソベリルに注目が集まって一番人気、うん単勝オッズ1倍台ということになるともうこれはあれないデータ的には勝ってるんですよね軸に最適というところですかねそうなんです、はい、うんということで、まあ、なかなかね一番人気にそのまま行っちゃうのは私としてもちょっとうん考えたんですけれども、うんはい、やっぱりクリソベリルを消す理由がなかったなかったということですかさあ、はい、それを聞いてすごいもにょっとした顔をされてますアナウンサー歴としては何年先輩かな2年先輩ですね東大でも2年先輩のキーレアナウンサー、はい、さあどうでしょうか まず今回の予想にあたってまず篠原さんのこれまでの予想の分析をしてきたんですね、はい、分析しました主にまあバレーであったりローテーションであったり篠原さんこういう戦法で来るだろうとで篠原さんは間違いなくクリソベリルで来ると私は踏んでおりましたですからまずクリソベリルが来ないという私の予想から発表したいと思います、はい、チャンピオンズカップというレースは実は周期があるんですねあれ周期はい配当の周期なんですが配当の周期、はい、2,3 年周期で荒れるという周期があります、うん、3連単というのに注目してみるとこの3連単の配当が10万円以下というのは3年続いてないんですよ、うん、でここ2年は2019年18年一番人気が1着来ていて3連単が10万円切ってるんですよね、うん、ですから、うん、今年は荒れる一番人気のその根拠が高まるにつれて人気は高まるじゃないですか、うん、今篠原さんの説明があった通り必ずこのクリソベリルの人気は伸びます伸びれば伸びるほど荒れるんですよね、うん、ということでまず私はクリソベリルをまず外しました、はい、一番人気はこの秋ずっと連勝してる中央競馬のメイン、はい、ただここで途切れると途切れるとこれは私は周期にかけるというのが私の選択です、うんうんうん、2014年以降中京競馬場で行われてるんですが統計学上数字をいかにその信頼感を持たせるかっていうのは母数なんですね、うん、ですから今年で21回目を迎えるチャンピオンズカップ、うん、これまで20回ありました、うん、ですからその20回の勝ち馬を見てみると関西馬が16勝を挙げてるんですよ、はい、で関東馬は3勝、はい、で20分の16と20分の3これはもう優位な差があります、うん、ですからもう関西馬が来ると関東馬はもういらない、うん、いらない次はローテーションです、うん、でローテーション見てみると中2周以内はこれまで勝った馬ありません、うん、で中3周以内も単勝回収率が 36% ですから中3周以内の馬も危ない、うん、こうなるとインティと中和ウィザードこの2頭で行きたいというのが予想、うん、で中和ウィザードというのはもう最後は私の何ですかねこの名前のこのウィザードという、うん、そこの名前は何響きなの、はい、最後ウィザードってもう魔女ですから、ね魔女はい、このウィザードが最後、うん、魔法のようにレースを荒れたものにしてくれるんじゃないか、うん、ということで最後は中和ウィザードでインティも来ますから、うん、清原さんの予想、うん、この中和ウィザードとインティが来てというレースになると私は予想しております、うん、さあ篠原さんそれ聞いて、はい、東大の後輩としてはちょっとツッコミどころないですか。中京競馬場になってからやっぱり距離も変わってるし、はい、いろいろ状況として変わっていると思うので、うんうん そ, うね、そこが難しいそこはあるよ、ねはい、ジャパンカップダートからね、うん、そうですね、まあ、その辺はでも結果は一つですから、はい、結果は一つ何を信じるかはもう自分次第ですからね、うん、私はこれを信じるというところで、そうです、はい、いろんなデータを今日は提供したと思います。さあ東大卒の2人の若手アナウンサーのバチバチの予想バトルでございますが、まあこの結果はどうなるか喜入君の実況をぜひお楽しみに日曜サンデーということでございます、はい、以上今週はチャンピオンズカップを予想してみました。